けど、はい、全国各地ね、北は北海道から南は沖縄まで。今日初めて一くずご覧になる方どうでしょう。あ、よかった、たくさんいらっしゃった。すごい新鮮な気持ちです、はい、なんかテレビ CM もそうなんですよ、ね、この上映のために頑張ってテレビ CM、 テレビ CM もご覧いただいた方、こういう状況なんですね。すごいお金かかりましたね。悲しい。本当にもうバイク買ってる方がよかったです。何時台に見られたんですか。朝ですか。いや、夜でしたね。夜ですか。結構流れたはずなんですけど、そんなもんね。はい、いや、口コミが大きいですよ。そう、口コミこそ信じるべき道で、本当に今日初めての方もたくさんおられるので、この映画ですね、僕が児童相談所の嘱託医をされている精神科医の楠部智子先生という方に、別の映画の取材で発達障害について取材したんですけども、その席で虐待について上西さん知ってますかっていうふうに投げかけられた時にですね、やっぱりちょっとな、そういう虐待っていう話で悲しいんで、そこから先に追うことはなかったなというふうに痛感しましてですね、そこでその虐待の問題の、いろんな現実っていうの、現実に起こっている問題を僕知りまして、その夜も心がかき乱れましてですね、それでもう救いを求めて書いたお話でして、それでこの映画に埋めた思いは、一人でもこの映画を見て、その時言われた虐待に対する最大の抑止は社会が関心を持つことだ、その言葉にこの映画がつながることがあれば、本当に僕らも本当にそれこそ心より望む最大のものなので、今日初めて見ていただく方がそれを感じ取っていただけたら本当に最高に幸せです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シーン初めてね、今日真面目な多分、はい、上映見た時に多分誰が何の役か、まあ、か亀山さん、まあ、監督は分かると思うんですけどね。僕はもうほとんど別の人間になってますんで、この映画。そうですね、なんか時々監督は監督で別でいて、亀山さんは違う人だと思う方がいらっしゃる。舞台挨拶終わって、はい、最後までそう思ってる人が時々おられて、この間もなんかね、映画見たって人と話してると、はいはい、最後の方に分かってね、すごい僕に対して冷たく話してこられて、はい、何の感動もなかったんだな、はい、この人って思ったら、そういうふうに考えてるので、最後マスク外して、金正ですけどって言ったら、で、態度が上手にして、はい、で、私たち二人に関しては、誰だろうって思われながら喋ってたら、もう後半、お会いしても何時間も経った後に、なんか、そうだったんですか？それ、妙理でしょ。アクション妙理ですか？そうですね。普段全く何のオーラもないなっていうことに都度するんです。それもそうですけど、この人監督ですから、監督主演っていう形っていうのがすごいですね。この間も自分が演技して自分でスタートにカッとそうですね、チェックして、切り替え、はい、あれも職人技でしたね。ありがとうございます。末に仕組みはいつもそんな感じ、はい、初めて見るとすごい異様な光景です。だいぶ珍しい。でみんなこの2人も、はい、ちゃんとスタッフやってるんですよ。今でもね。そうですね。みんな作ってる感じがあって。はい、ほぼもう本当人くずの時なんてほとんどスタッフ、劇団員なんてカメラマンさん以外。私あれだったんですよ、放火さん。来られた時ずっと台本と水持ってついて回ってました。付き人やっても被らないんで、撮影がずっとついて回ってました。その時の折りがもうパンフレットにこと細かく書いてますので、はいはい、物販も多いんですって。今日、はい、これ新しい T シャツが、これ舞台の時買います。関係ないです。すいません、一くずのオリジナル T 売ってますんで、はい、ございます。でパンフレットがですね、800円とこう低価格に設定してます、はい、ぜひ買っていただきましたら、僕らどうなんだろう、今日サインしていいんですか。そちょっと、じゃあ僕らサインしてさせてもらっておけたらできますか。そうですね、じゃあ僕らこの後サインしておきますので。そうですね、ぜひお買い求めください。もうね、ほぼ満席ですので、うるさい、ちゃんとやっておきますので、ぜひ買っていただきましたら、ね、本当にぜひ買ってください、はいはい、本当によろしくお願いいたします。あとね、台本とか CD とかサコッシュとか、はい、結構いろいろこれ一つ本当は最初つなげた時2時間40分あったんですよ、はい、
でも本編 2時間になってて40分も切ってるんです。 いいシーンがいっぱいあるんですけど、それを知る術はもうシナリオを読むしか今ないんですね。それあの DVD で特定度で出さないの？そういうことはしない？いや実は本家さん、あのディレクターズカット版にはせっせとせあの制作してまして、もうこれをまた秋以降劇場公開へと今頑張ってますので。最後でなんかちょっと手直し、はい、もうあのかなりあの色とか音とか、で編集もあのカットされたシーンも盛り込んで、うん、そうですね、ぜひおいくず様のためにあのどっかにあのほおいくず様って書こうと思ってエンドロールあ、そうですね。でも正直実際ちょっとあの雑なとこもあるんですよ、技術的にね。そういうのが直ったらすごい素晴らしい、はい、この当時本当にすごい低予算で自主映画のレベルで撮りましたから、そのようなあの撮影現場に放火さんに出演お願いして、あの夜中ファミリーレストランであのお話した時に放火さん最後握手して出るって言って、ファミリーレスで初対面であの口説かれて、でも感動して僕泣いて、その時のレシートはもう額に入れてリングで飾ってあのハンバーグステーキ美味しかった僕あれすごい初めて本家さんってすごい緊張してましたよ、もう本当に。でもこんなあったかい人なんだと思って帰り嬉しくて劇団員全員に電話して本家さん出演してもらえるっつって、みんなもう一人だよね、みんな本命したんです。もう終わりです。そうですね、もうちょっとお時間がやっぱりやっと今でございました。みんな映画見に来てるんですか？そうですよ、まだ初めて。そう、何のことか分かんない。そういえば、はい、ぜひあの映画一口あのこのような折でもあの皆さんお越しいただきまして心から感謝申し上げます。映画一口まだまだあの上映を走らせようと思ってますので、ぜひご覧に なられた方のお口コミの方よろしくいただけたらと思います。本当に皆様本日お越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、登壇者の皆さんもマスク外していただいて、はい、喋らないように、はい、今から喋らないですけど、マスク外しますので皆さん写真撮って大丈夫です。はい、はい、YouTube 登録してください。普通にもしてじゃあ、目線すいません、マスコミの皆さんからお願いしたいです。大丈夫ですか？あ、すいません、こちらお願いします。こちらお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ神下の方でお願いします。はい、じゃあ真ん中お願いします。はい、ありがとうございます。目線、マスコミの皆さんよろしいでしょうか？もう一枚こう大丈夫ですね。はい、じゃあ、舞台挨拶の方終了させていただきます。登壇者の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞごゆっくりお楽しみください。お願いいたします。Borderless TV.